というわけで今日は、初心者の方でも簡単に真似ができるフィンガータットのコンビネーションをレクチャーしていきたいと思います。フィンガータットには基礎もあるんですけれど、コンビネーションをどんどん覚えて練習するというやり方もあるので、今日は難しいことは考えずにまずこの動きをどんどん真似していってもらえたらなと思います。じゃあ早速始めてみましょう。まずスタート、手のひらを合わせます。そこからワン、ツーで四角を作ります。ワンの時、指の形はこういう感じですね。人差し指だけが上がってる状態。ワン、ツーで四角を作ります。そこからスリー、ン、フォーでまた違う形の四角を作ります。ここスリー、ンの時、人差し指のこのポイントを動かさないような意識で持ち上げて3円で手首をくっつけて4。はい、ここまで大丈夫ですか？そこから5でまた手を合わせて5、6、この腕全体をひねって6、7で握り込んで8、フレームを作ります。はい、ちょっと最初からやってみますね。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、ここまで来たらこっちの手の人差し指の指先で1、2と、この親指を持ち上げるようなイメージで1、2、そして3、4。この動きはこっちの指先でなぞってなぞって運ぶ。ここからは運んでなぞってなぞって運ぶっていう感じで、常にこっちの指先を意識してブン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 、こういう感じで自分でそのイメージができてるとさらに、見え方が綺麗になるので、1、2、3、4。ここではしっかりこの人差し指同士が作る形が綺麗な四角になるのを目指して自分でこの位置を調整してみてください。1、2、3、4で最後は5、6、7、8、左下から順番に閉じる閉じる閉じる、最後の1本を閉じるときに真ん中に持ってきてください。で最後はここで終わりなんですけども、このグーを2つ作ってる形に持ってきたので、またウェーブを通したりとか違うバリエーションで動いてみるっていうのもあります。じゃあ最後にもう一度、最初から一緒にやっていきたいと思います。はい、いきます。5、6、7、8 1、2、3、4 5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。ウェーブ。はい、というわけで今日はフィンガータットのコンビネーションをレクチャーさせていただきましたけども、僕たちエクストラップフィンガータットを使ったこういう作品も出しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、そして、このエクストラップチャンネルのチャンネル登録も忘れずにお願いします。